ニキ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 ゴルフチャンネル。ニキゴルフで延長奥手村上です。よろしくお願いします。開閉店の黒沢です。よろしくお願いします。今回ご紹介するのはタイトリストから新しく発売されました TSR シリーズのフェアウェイウッドですね。TSR2 と TSR3 こちらの比較動画というか、はい、をやっていきたいと思います。フェースに赤いポッチがついてるのもデザインなんですか？デザインかと思いきや、ここは前作との違いっていうところで、今回 TSR2 のフェアウェイウッドに関しては今までタイトリストで発売されたフェアウェイウッド史上最も低重心、実際に前作と比較してみますと高いポッチが重心の位置ってことですね。そうですね、高さになりますんで、はい、見ていただくと明らかに、まあ、重心の位置が低くなってるっていうところが一目瞭然で分かるかもしれない。シールの貼ってある高さが違うんですね、はい、続いて TSR3 の方も、こちらの新しくなった TSR3 のフェアウェイウッドに関しても今まで発売された3シリーズのフェアウェイウッドの中で最も低重心かつ重心が深い新重心という設計になってます。これも前作の TSI3 と比べてみてもこちらも一目瞭然で、はい、重心の位置が低くなっているのが分かるかなと思います。違いますね、はいはい。まあ、今回ご紹介する TSR の2と3に関しては、まあ、重心がかなり低くなってますのでより高難度かつ低スピンで、まあ、飛距離っていうところに期待ができるんじゃないかなと思います。はい、では早速スタジオの方で打ってみたいと思います。ではレッツゴー。はい、では早速冒頭の方で TSI2 と TSR2、まあ、3もそうですけど重心の位置っていうところでかなりまあ変化があったっていうところもありますので実際にまあどういう結果が出てくるのかそうですね、はいはい、見させていただければなと思います、はい、そしたらまず TSI2 の18度、でシャフトは本来このシャフトは TSI2 に入らないんですけどヘッドだけの比較をするっていう意味で TSR2 の純正というかのシャフトを入れたいと思います。 TSP310 の S シャフトですね。ではお願いします。で、はい、ちなみに普段はコースとかのフェアウェイウッドって球筋はどんな感じですかね？どっちかというとちょっと球上がらない方、あちょっと上がりきらないです、ね、はい、なので、まあ、少しこう球上がりやすいクラブ、球上がってくれたら嬉しいなって感じはありますね。いやいや右にプッシュしてる感じですけど、はい、これはこれで普通に打ちやすい、うん、いい構えですよね、はい、うん、だいたい今ので200トータル202ヤード、はい、バックスピンが3500回転、はい、打ち出しが12度ぐらいですね、はい、うん、まあまあいいデータですよね、はい、ほとんど同じ感動ですね。同じ感じでしたね。距離も変わらないですね、はい、203ヤードでスピン量もバックスピン3000回転打ち出し13度、はい、はい、いい感じでした。じゃあ TSR2 の方いきましょうか。はい、はいはい、そしたら今度 TSR2 ですね、はい、同じようにロフト18度、5番ウッドでシャフトも先ほどと同じで TSP310 の S シャフト、単純なヘッドだけの比較となります、はいはい。アドレスした時何か印象の違いとかはありますか？いや、構えた感じのイメージは、まあ、似てる感じはします、はい、ほぼほぼ変わらない感じですね、はい、そうですね。タイトリスト史上一番低重心というのがどのぐらいかちょっと。うん、ナイスショット、はい、飛んでますね。ちょっと飛びましたね。そうですね、はい、さっきので203ヤードぐらいだったのが、はい、208ヤード、5ヤードぐらいですね、はい、バックスピンは3000回転なんで変わらない、はい、打ち出しも 10.5 度なんでほぼほぼこれだと同じようなデータですよね。そうですね、さっきちょっとプッシャー気味だったのが、うん、少し捕まった分だけスピン減ったのかなって感じです。そうですね、はい、じゃあもう一球。うん、これは先ほどと同じような球ですね。あ、そうですね、少し、はい、右に出ました。あ、でも同じ球筋でも飛んでますね。本当だ、ちょっと飛んでますね、うん、5ヤードぐらい飛んだ。バックスピンは3400回転、打ち出しが 14.6 度、打ち出しちょっと上がってますよね。ここはやっぱり
最も低い重心になっているというところは影響しているかもしれないですね。そうですね、うん、その効果っぽいですね、はい、はい、そしたら今度 TSI3 ですね、はい、こちらも、ロフト18度5番ウッドですね、はい、シャフトも先ほどの TS2 シリーズの方と同じように TSR3 の純正の TSP310 の S シャフト、こちらを入れて打っていただきたいと思います。はい、はい、お願いします、はい、お願いします。ナイスです。トータルが 204.6、はい、バックスピンが3300の打ち出し角度が 12.5 度です、はい、やっぱりもともと2より重心高い分だけ少しスピン力かかりやすいんですかね。そうですね、はい、ナイスショット、はい、距離が飛びましたね。トータル207ヤード、バックスピンも3400の打ち出しが 12.4 度、安定したデータ取れてます、ね、はい、うん、はい、続いて TSR3 ですね、はい、ロフトが18度でシャフトが同じ TSP の310の S シャフトですね、はい、お願いします、はい、こちらは先ほどの TSI3 と比べたら、はい、構えた時の印象の変化はあったりしますか。そうですね、まあ、見た目的にはやっぱり似てますね、3同士、うん、フェアウェイトに関してはあんまり形状の変化はないという感じですかね。そんな感じがします。ただ、まあ、2と比較すると3の方がこう小さい感じがあって、はい、うん、ナイスショット、トータルが203ヤード、バックスピンが3300で打ち出しが 13.8、はい、打ち出しがさっきと比べると1度ちょっとぐらいですかね、はい、上がった感じはありますけど、ほぼほぼ同じ、ほぼほぼ同じ、ちょっとやや上がったぐらい、そうですね、はい、うん、ナイスショット、はい、今回はトータル 205.7、はい、バックスピン3300で打ち出しが14度、はい、これもやっぱり打ち出しはさっきの TSI3 に比べると一度ちょっとぐらい平均すると上がってるのかなと思いますね、はい、うん、そうですね、 TSI3 系の方が2よりはちょっとスピンがかかってくれやすいのかなっていう感じはしますね、はい、はい、はい、ではね、早速2シリーズ、3シリーズ前作と新作の方とで比較していただきましたけども、はい、どうでしたか、ね、そうですね、まあ、前作と新しいやつの比較、まあ、2にしても3にしても、うん、そんなに極端に大きく差は出なかったのは出なかったんですけど、うん、若干新しいやつの方が、まあ、球は上がりやすいのかなっていう感じは受けましたね、はい、本当にまあわずかというか、はい、一度ちょっとぐらい平均で両方上がったかなっていう感じでしたね、はい、そうですね、うん、はい、個人的には、まあ、2と3どっちがいいかってなったら、まあ、2の優しさもあるんでしょうけど、3のこうスピンの入りやすさっていうのがちょっと感覚的には良かったかなっていうところですかね。本当エアウェイと少し球上がりにくい傾向もあって、はいはいはい、少し苦手意識もあるんですけど、はい、ヘッド小ぶりでちょっとスピンかかってくれるっていうのが個人的にはその方が打ちやすく感じたっていうのはありますね、はい、フェアウェイとかはやっぱりスピンが低くなれば飛ぶっていうわけじゃないので、はい、まあ、ある程度適正なスピン量がね入ってくれた方が意外と球が浮いて、まあ、キャリーも出したりっていうところもあると思うので、はい、そこはまあお客様自身の弾道の特性で2にするのか3にするのかっていうところは選んでいただければ、実際にこの TSR3 の15度3番ウッドに関しては日本を代表する松山プロもテストしているという噂も聞いてたりはするので、はいはい、まあ、そういう面でも大変話題なクラブとなっておりますので、ぜひぜひ店頭にいらした際は指導してみてはいかがでしょうか。はい、それではこれからもニキゴルフチャンネルではこのようなクラブの検証動画ですね、どしどしアップしていきたいと思っておりますので、チャンネル登録、コメント、そして高評価ですね、はい、全てお待ちしておりますので、これからもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。バイバイ。